創業者です。実はソフトバンクは東京で生まれたんではなくて、福岡場所の生まれた実情の創業者ですね。私は16歳でアメリカで、そしてアメリカの大都会、そしてアメリカのマイクロコンピューターチップの誕生、シリコンバレーの劇的なテクノロジーの誕生、進化というものを目にし、触れ、そしてアメリカの大都会、その後、卒業してから、日本に戻ってきたんですね。不幸にアメリカに渡ったというのは、卒業したら日本に戻るかということを約束して、渡米しましたので、卒業と同時に、すぐに日本に帰ってまいりました。それから、1年半、ソフトバンクを始める前に、どんな事業になるのか、自分はどんな事業家になるのか、何がこれから人々のことを大切にするものを選んだのか、というようなことを1年半、自問自答しながら、この場所に小さな